ンポン。さて、シャレオツなパーティーが幕を上げるぜ。なんやこいつ、今日はカクテルを飲みながらパーティーだよ。おーおーっていう方向性で行こうかと思います。やめてくんない？だって今回の動画のタイトル、カクテルパーティーですよ。はっしゃけないと損じゃないですか。は、いやいや、カクテルパーティー効果はそういう意味じゃないわ。どういうこと？てめえ、カクテルパーティー効果とは、たくさんの人がそれぞれに雑談している中でも、自分に必要な事柄だけを選択して聞き取ったり見たりする脳の働きのことです。パーティーのざわざわとした騒音の中でも、会話相手の声を判別できることからこの名前がついたと言われています。つまり、バカ野郎。まあ、つまり、人間はうるさいところでも自分が聞きたい音を聞き取れるってことや。では試してみましょう。リップカクテル、そのフリール。いや、最近お母さんがタピオカを自作しまして、これをみんなで食べようみたいになったんです。BGM うるせえ。ねえねえ、今からタピオカフルコースかまして服破れるくだりなんですから聞いてください。私今からそのくだり聞かされる予定なの？あれや、BGM やなくて人の声とかでやってくれや。かしこまり。レッツカクテル。はい。いや、最近ハバネロが肌にご縁があるんですよ。おっしゃってる意味がわかりません。つまりハバネロを肌に濡らさないということです。腹身が痛み。じゃあ最初からそう言え。人の声うるせえ。ねえねえ、今からハバネロ塗るくだりなんだから聞いてよ。バカ野郎、止めてよかったわ。何しとんじゃボケ。もうちょい自然な感じで音出せない？かしこまり。これとかどうですか？うるさくて面白いとか最悪じゃねえかよ。